はい、こんにちは。今回はですね、水素風呂リタライフを使われて健康が改善された、生活が改善されたという方のご意見体験談をお話しさせていただきます。こちらですね、東京都の60代の女性の方です。水素風呂で便質が改善、美容効果もということです。水素風呂リタライフで便質が改善され美容効果も期待いただきました。で、私のまず病歴を紹介します。32歳で大腸がん、47歳で子宮がん、痔の手術3回で、68歳で単独になりステロイドを使用しています。で、2人の子供を出産後、朝トイレに行くと便器にうんちがこびりついて拭いても取れず、洗面器にお湯入れて洗わないとダメになりました。で、また今まではお風呂に入ると体中が熱くなって激しい痒みで眠れない症状にもなりました。まぶたもむくんで痒くて、まるでお岩さんのような顔になりました。そんな私がこの水素風呂の話を聞き、神様にすがる思いで10日間、朝と夕方の40分入浴を実行しました。今までの湯船に入るような不快感はありません。入浴後10分ぐらいしたら汗がタラタラと吹き出して、水素風呂に入ってから湯船に湯垢と汚れがデトックスされたように出てきて黒色の水になりましたと。すごいですね。で、体中のシミ、また顔のシワもほうれい線も薄くなって、目尻のシワもなくなりました。しっとりすべすべの肌に変わり、化粧のノリも良くなって色も白くなりましたと。朝大きなおならには気持ちよくて驚きますと。お尻がとても快適になりました。で、3回も痔の手術をしているのに、水素に入ってから便をしてもキレが良くて便器にもつかないうんちになりましたと。はい。で、またあそこ、股間の締まりも良くなって、尿の湿気も改善されて、くしゃみしても平気で、久しぶりの主人も感動してくれたと。で、水素風呂は我が家の救世主、血圧も下がりましたと。肌もスベスベになったと皆さんが褒めてくださいます。体重も2キロ減って、この水素風呂の良さを実感しました。今までは高くて面倒くさい水素水を飲んだりして無駄なことをしていたなと思います。この可愛い色にも愛着が湧きますと。水素風呂万歳、ありがとうございますということでした。はい。この方はちょっとそのうんちですね、お尻の方 の、その悩みが改善されたということで、こういったところにも効果があるわけですね。はい、ということで今回は水素風呂リタライフを使った方の体験談をお話しさせていただきました。